アラン・ウォーカーは、ノルウェーを中心に活動する音楽プロデューサー、DJ。イングランド中東部のノーサンプトンで、ノルウェー人の母親とイギリス人の父親の間に、生まれ、2歳の時に、ノルウェー西部のベルゲンに、家族で引っ越し、現在まで過ごしている。デジタル時代に生まれた、彼は、早い時期からコンピュータに関心を示し、後に、プログラミングや、 グラフィックデザインに興味を持ち始める。2012年、ゲーム仲間である、オンライン上の友達などの力も借りて、初めて自分のパソコンで作曲するとヒットし、イギリスのレコードレーベルノーカーアッピライズーンズを通して、YouTube にリリースしたフェードは、芝叩く間に、世界中で大ヒットし、2020年5月27日時点で4億回以上再生されている。 その後も音楽活動を続け、2015年にはスペクターやホースを YouTube にリリースし、どちらもヒット。その後、ソニーミュージックスウェーデン参加のメールムスソックと契約をし、2015年4月にノルウェー出身の女性シンガー、イセリン・ソルヘームによるボーカルが加わったリマスターバージョンフェーデットをリリースすると、ノルウェーやスウェーデンのチャートだけでなく、フィンランドやデンマーク、 イタリア、アメリカ、ドイツ、イギリス、アイル、ランド、オランダなど世界中のチャートでトップにランクイン。世界最大の楽曲数を提供している。音楽配信共有サービス Spotify スではトップ50グローバルのトップ10入りも果たした。また、2018年3月6日時点でストリーミング再生が18億回を。 YouTube にリリースしたメガボルトの再生数が2020年5月3日、時点で27億回を超えており、日本においても嵐の桜井翔主演で2018年5月4日、公開の映画、ラプラスの魔女の主題歌に起用されている。フェーデットで彼の人生は大きく変わり、プロデュースに専念するため大学を中退し、現在も作曲活動及び世界中でのライブ活動を続けている。 彼はインスタグラムなどの SNS では常に自分のロゴが入ったパーカーで頭まですっぽり覆った写真を多く投稿している。曲を作り始めた2012年から自分の曲をインターネットにアップロードしてきたが自分の外見などではなく曲だけを聴いて評価してほしいという理由で一度も有名になろうと思ったことはない。ハッピーという名の愛犬を飼っている。 アラン・ウォーカーのロゴ彼はもともと DJ ・ウォークスと呼ばれており、複数のプロデュース集団の一員だったが、その後、ウォークスになった。現在のロゴは、ウォーカーの本名の頭文字、A と W からなっており、2013年に彼自身がデザインしたものである。彼のイメージを出すために、ブラックブロックのコンセプトに似たパーカーとフェイスマスクを使用している。 ウォーカーは、最初は、アラン・ウォーカーをアーティストとして、どのように宣伝できるかといったアイデアを考えていたが、その後、誰でもできるようなシンボルを作り、パーカーとフェイスマスクを持っているのであれば誰であっても、すぐに、ウォーカーになることができ、僕たちはすべて平等だとクックバックスのインタビューで、自分のコンセプトについて説明した。NRK のインタビューで、なぜマスクを使用したのか聞かれたとき、 彼は彼らが僕に与えてくれたイメージを維持すること。基本的に僕は匿名性に焦点を当てているから誰でもアラン・ウォーカーに加わることができ、マスクは誰でも似合うことを示している。と答えている。彼の経営者が手渡した最初のプロモーション写真ではウォーカーの顔はほとんど見えなかった。彼のシングルアローンの ミュージックビデオでも彼はすべて黒い影の人物として登場した。ウォーカーによるとこれはレコード会社ソニーと共に慎重に計画して制作したイメージである。ウォーカーは彼らとの会合で自分のプロフィールをどのように構築できるか話し合ったと VG に語っており彼らは僕の興味について尋ね僕は PC、コンピュータゲーム、そしてアノニマスやハッカー文化のようなものに パーカーが役割を果たすと答えたとも語っている。ブラックビロックやハッカーのようなファッションをまとった WMA でのアラン・ウォーカー彼は目立たないように行動することの難しさを認めた。彼と彼の経営陣はどちらも背中に彼を特徴づけるロゴのついたパーカーを好んでいたからである。ウォーカーはインスタグラムのアカウントを初めて作成したとき、 自分自身や自然などの写真は一度も投稿しなかったが、匿名性を保つのも難しかったと語っている。彼はステージにマスクをつけた二人の男性と共に立っており、エレクトロニックミュージックではなかなかトリオは見られないが、かっこいいと思う。僕たちは小さなバンドのようなものなんだ。と語る。2016年11月9日の記者会見で、ウォーカーはハッカー集団。 アノニマスとテレビシリーズミスターロボットからインスピレーションを受けたマスクのコンセプトはかっこいいと思う。僕は音楽を始める前からゲームをしていたからマスクをかけたらゲーマーに見えるだろう。と述べている。ウォーカーは僕はマスクのない静かさを選んだ。コンセプトが三部作に達すると新しい扉を開けて探すことは面白いと思う。マスクは 永遠性を失っても一時的なものにはならないからね。と、イメージからの脱却を図っていることを示唆した。さらにソニーのスポークスマンである、ヨナス・アレガイは、アラン・ウォーカーとしての音楽は焦点であって、周囲のすべてを包含する必要はない。フェーデット・ヤッシング・メツー・スリープにアローンのような三部作と呼ばれる作品のテーマで良いんだ。と説明している。僕がなぜマスクをつけているのか。 多くの人が僕に尋ねてくるけど、これはお互いの違いよりも団結を示すための象徴であり、シンボルでもあるんだと、ウォーカーは語っている。ありがとうございます。